ん、こんにちは。キズナあかりです。今回もバトルフィールド5のコンクエストだぜ。今日遊んでいくのはソロモンになりますよ。使っていくのは衛星兵で、武器はトンプソンです。あ、車から降りたところを失礼しますよ。こちらも仕事なんで、すいません。敵の戦車かと思ってめちゃびっくりしたぜ。よっちゃんの方が蘇生してくれアピールをしているので、蘇生に行きましょうか。これもお仕事ですしね。エイブルからベーカーの方に飛びまして、こちらに入った敵さんを探していきたいと思いますよ。で、いきなりの巡り合わせにびっくりです。カラクも腰打ちで対処完了なり、とりあえずはクリアな感じですかね。あ、よっちゃんが倒れてましたよ。これでもう大丈夫です。もう一度エイブルの方に戻ります。なんか丘の上にランボーみたいな人が立ってます。一回脇道に避難してから暗殺に向かいますです。追ってこないで移動しましたね。あれ、いないぞ。逆に誘われたのか。いやー、やっぱり待ち伏せされてたよ。危ないところでした。まさかの策略家でしたね。で、後ろにまだいますか。どこだろうか。ベーカーの方に行ったのかな。もう少しこの辺りを警戒してみますか。よく、この辺は敵が潜んでますし。あれ、鉄口っぽい人が出てきちゃいました。危なく煙に巻かれるところだったです。ちょうど潜もうとしてたのかな。で、他にも敵さんが来とるやないか。後ろからも撃たれとるし。お主か。後ろからチクチクしていたのは、逃げられた。鉄口が茂みから出てきた。危ない危ない。どれだけ敵さんが出てくるんだよ。とりあえず落ち着いたみたいなんで、ベーカーの方に向かいますかね。こちらめちゃ敵さんが入ってて嫌な感じですね。今ちらっと顔も見えましたよ。角に引っかかってくれたので簡単でした。その後あっさりと駆逐されてしまいましたが、味方さんが取ってくれたのでチャーリーに行きますよ。考えてみたら今回がチャーリーに来るの初めてじゃないですか。うわ、前に敵さんが2人に。味方さんシールドもあっさりと倒された。いや、思ったよりも敵さんが多かったですね。味方さんも私もびっくりですが、あそこはありの巣をつついたように敵さんだらけだ。さらに敵さんが多すぎですよ。そんなこんなで結局またメーカーの方まで戻ってきましたよ。一粒くらいの持った男が前を走っていきます。横から見てるとただの的で悲しいですね。しまった。敵の一部がボートで脱出を。逃げてしまったものは仕方ないので、ベーカーに残った敵さんを倒していきますね。さて、ベーカー内の敵さんはどこだろうか。味方さんたちもあちこち探してるようですが、隠れ上手さんは見つけるのが本当に大変です。しかしチケット的にもう試合も終わりですね。最後までのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録とかしちゃってください。ではまた次回の動画で。